皆さんこんにちは、佐向由紀です。そしてカレットゴルフアカデミーの川瀬プロです。今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。パターはいろいろ教えていただいてるんですけれども、フリカンって難しいですよね。はい、なんか打ったらすごく短かったり、逆に強く打ちすぎてオーバーしてしまって、なんかカップの周りを何往復もする、そんな経験があるんですけれども、はい、距離感を知るには、はい、まずはじめは歩速が重要です。で例えば6歩ならこのくらい、はい、で8歩ならこのくらいっていう振り幅を覚えると最初はうまくいきやすいです。それは、はい、自分の歩幅に対して自分の振り幅を覚える、うん、ということですか？そうですね、はい、ただ自分の歩幅をこうなるべく1ヤードなので、少し大股で歩いてもらえるとだいたい1ヤードくらいなので、それも今後距離を速で測るときに自分の歩幅がだいたい1ヤードこのぐらいっていうのを知っておけると、はい、こうためになるので、はい、それも一緒にできるといいと思います。はいはい、では今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今自分で1ヤードを知るっていうのが必要って言われたんですけど、はい、私全く1ヤードが分かんないんですが、はい、1ヤードって結構歩幅大きいですよね。そうですね。どのぐらいですか？結構僕で少し大股で歩くぐらいなので、このぐらい出す感じでいいですか？はい、じゃあちょっと歩いてみたいと思います。はい、ではここからこんなぐらいでいいんですか？うん、あ、OK です、OK です。ちょうどいいぐらいです。これが1ヤードそのぐらい、はい、普通このぐらいで歩いてたんですけど、これじゃ測れないということなんですね。そうですね、はい、じゃあなんとなく1ヤードが分かりました。はい、じゃあこれの歩幅を基準にしていけばいいわけですね。基準に、そうですね、はい、はい、でまずこの歩幅を測ってみればいいわけですね。はい、はい、ではここから3歩、うん、3歩ということですね。はい、はい、ではこの3歩の時にどのくらい振り幅にするか、うん、これを自分で覚えればいいわけですね。そうですね、はい、では3歩で行ってみます。はい、うん、距離感はいい感じですね。はい、ちょっとまだインパクトにかけて緩んでるんで、はい、もう少しもうちょっと、うん、フォローまでしっかり、うん、惜しいです。うーん、もうちょっとですかね。はい、いい感じです。では今度は5歩、はい、このぐらいですか？はい、はい、この辺に置いて、はい、行きましょう。そうすると振り幅を大きくすればいいんですね。はい、振り幅は足の外側ぐらいで大丈夫ですか？そうですね、ぐらいでいいと思います。うん、お、あ、うん、ぴったりですね。うん、でもまだやっぱりちょっとヘッドが横向いてしまいますね。そうですね、ただ距離感としては合ってるので、はい、全然 OK です。うん、あ、強い。うん、今の強かったですね。ちょっと強かったですね。はい、はい、今ちょっと大きく振りすぎましたか？今は少し逆にちょっと加速させすぎて強かったかなと思って。はい、ではちょっとこれを踏まえてもう一回いきたいと思います。はい、うん、あー、ちょっと足りないですね。でもナイスパットです。でもこんな感じでいいんですか？はい、で今みたいに振り幅の目安があるとこうとんでもなく良かったり強かったりっていうズレは起きにくくなるので、はい、ちょっと細くして5歩ならこのぐらいっていうのをしっかり持っとけるといいですね。はい、うん、はい、あとはグリーンに行くと、はい、傾斜がありますよね。あ、そうですね、うん、そうするとこの振り幅はまた変えなきゃいけないんですよね。はい、なので傾斜も考慮してこう打たなければいけないので、下りが結構強いのであれば
ここだけど3歩分ぐらいの振り幅で行ってみようかなとかでこう変えていけるといいですね、はい、ただグリーンの上に乗っていると、うん、自分は下ってると思っても、うん、実は登ってたりとか、はい、なんか全く逆のことがあるんですけれども、うん、これどうやって見分けたらいいんですか？まあとりあえずまずは、グリーン全体の傾斜を把握することが大事なので、はい、グリーンに上がっちゃうと、うん、その全体の傾きが見えなくなっちゃうので、はい、上がる前に少し離れたところから全体的にはこうどっちに傾いてるかなってのを見てから上がっていくといいと思います。多分まだその余裕がないので、うん、もうあグリーンだと思って慌ててグリーンに行っちゃうんですけれども、はい、少し前からグリーンの傾斜を確認しながらグリーンに近づくということが大事だということでしょうか？そうですね、はいはい。今回もいろいろとパターを教えていただいてありがとうございました。これでまたちょっとパターが上手くなったらいいなと思ってます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今までグリーン上でロングの距離が残ってしまうと3パット4パットしてしまったんですけれども、距離感を合わせることによって少しパット数が減るといいなと思ってます。